はい、皆さんこんにちは、ネピムです。で今回は最近私が、ベビーから育成しているですね、亀たちを紹介していくんですけど、今回、私が初心者ということで、初心者が飼っている亀ということで、初心者におすすめな、初心者がおすすめする初心者におすすめな亀ということで、特に僕はですね、北米の亀をメインで飼っておりますのでそこを紹介していきたいと思います。ちょっとすみません、画面持ってよいしょ。はい、それではですね、はい、でここで今ね紹介する亀っていうのは冬眠可能な亀でですね、僕はですね、冬眠ができる亀がすごいいいなと思ってですね、飼っております。で結構面白いんでぜひ入れてて、ちょっと一緒に見ていきたいと思いますので、じゃあまずですね、地図亀からいきます。まずセマリからいきます。はい、実はね今回紹介するのは全部北米の亀にしようかと思ったんですけど、実はセマルで前ねトンブリでお迎えした子を今ね育てて結構大きくなったんで紹介したいなと思って、まずね一番最初に紹介させていただきたいと思います。はい、こちらセマルちゃんなんですね。2022CB でトンブリさんでお迎えした子です。でめちゃくちゃ可愛くて育てます。でちょっとね、形がね普通他のね通常の子と少しね違うんですけど、それも愛嬌かなと思います。はい、でお顔はねかなりね頭が大きくて、全然、なんですかね、他の子に比べて結構頭が巨頭で可愛いなと思ってます。はい、でこれセマルでよくあるって言われてるんですけど、豚の、尻尾みたいな感じでなってます。性別ちょっと分かんないです。はい、なんですかね、僕は結構こういうのあんまりね気にしないんで、なんかみんな元気に幸せに育ってほしいっていう思ってるタイプなんで、なんだろうな、僕長い関係になると思うんで一緒に頑張っていきたいと思っております。でいつかねこの子の子供とか生まれたらねいいですね、可愛いですね。でセマルの特徴ね、この黄色い線とか目とかもね、この目が横にねこの黒くなって光彩が色黒くなってる子もいれば、本当になんかなんですかね、なんて言うんだろうな、真っ白で 黒ポツンって言ってね黒の目が入る子もいます。超可愛いですね。ちょっと大きくなりましたっていう紹介ですね。はい、ありがとうございます。はい、そしてじゃあまず地図亀いこうかな。最近ね動画でミシシッピ地図亀に似てる偽地図っていう風に紹介させていただきましたけども、基本的には僕はねミシシッピ地図亀だと思ってます。生息地がね、偽地図は結構広範囲にわたってるみたいなんで、その中の亜種っていうことでミシシッピっていうことで、その亜種、完全に亜種化する、ね、過程にはねいろいろなんだろうな途中過程の子がいると思うんで、この子はね、どっちかというと途中っぽい感じなんですけど、目がね真っ白で、本当にねアダルトのこのミシシッピシズガメってめちゃくちゃかっこいいんですね。特にメスはですねだんだんね皮膚がね外から黒くなってきて、で、めちゃくちゃ分厚くなってですね、本当に野生めちゃくちゃかっこいいんですけどね、正直今アダルトを持ってない、飼育してないんで皆様にお伝えできないのはちょっとね悲しいんですけど、この目のクッ目のこの凛々しさっていうのが大人になった時に本当に恐竜みたいな感じになって、そのなんつうんですかね、そのトカゲでいうとこの水オオトカゲ、サルバトルモニターのメラニンスティックみたいな感じの色になります。で目のねかっこよさもそんな感じなので、例えばあの花ぶとオオトカゲっているんですけど、あのクロコダイルモニターでしたね、本当に、そういう感じの雰囲気です。これはねこれをねお見せできないのは僕の、至らないとこっていうことです。はい、で、特徴はね目が白いっていうのがね特徴です。はい、で他の亀、はい、こちらはね太眉地図亀っていうことで購入した亀なんですけど、僕的にはこれ完全な太眉か、なんか普通の太眉っぽくないぞっていう感じがあります。なぜかっていうとですね、こうやって置くとですね、なんかこの眉の根元にですね、このなんか色がねあるんですよ。このな、わかりますかね、これ眉、普通は眉だけなんですけど、眉の手前にですね、あれどこ行った、この虹みたいな色が広がってるんですね。なんでこんな太眉僕見たことないんですけど、
購入してですね、でオスメスなんかなって思ってですね、この2匹を、まあ、今後繁殖できたらなんか新しい、なんか本当になんだろうな、まあ、このミシシッピさんもいるんでちょっと紹介しますとですね、このミシシッピとかニセチズってのは基本的にはあの灰色チズガメってことで入ってくると思うんですよ、日本にね。ただその灰色チズガメの中で結構ミシシッピか、太眉か、まあ、ニセチズってことで3種分かれてるんで、その中で、まあ、要するに他のチズガメとかもいるんでこの混ざったりするわけなんだと思うんですけど、そこの中でお気に入りのなんだこれはっていう、まあ、今回のこの子とかを見つけられると、なんですかね、この無限の古着の中かで今日、いやよ、まあそれはあんま例えよくないまあなんですか、宝石、砂の中に宝石がいるみたいな、まあ、他の、ね、生き物砂って言うとちょっとあれなんですけど、まあちょっともう例えやめましょうということで、まあ好きな亀をねがこう選べると、これは面白いんですよね。特にこのミシシッピとか太眉って大量に入ってくる中で、まあ、こういうイレギュラーな子がいたりするんで、そこがなんか面白い、それがねめちゃくちゃ面白いです。これ皆さんもぜひ、で冬眠ができるし、本当になんだろう、まあ僕が言うのなんですけど石亀みたいな感じで帰るんで、こういうなんかその、まあ、爬虫類フェスとかに行った時にニセチズっていう種で売られてたら、まあ眉がこういう風に眉が太かったりとか、目がこれこの、ミシピシズガみたいに透明だったりとか、そういう点で面白いっていうのはありますね、うん、はい。でそれではですね、チズガメの紹介が、まあ、終わったっていうかもうちょっと紹介してんだよな、はい、この、はい、このニセチズじゃなくてこの太眉ピント合わない、太眉の特徴としてこの顎の下の黄色の部分、口元のこの 2点の黄色の部分が挙げられてます。あと目は線が入っていて、まあ、おでこに、こういう眉があると。でこの、まあ、口のところの黄色のね、このスポットがあのアダルトになった時のメスはすごい、まあ、出たりとか、このねアダルトになった時の美しさっていうのはすごいんですよ。この色がね特に残ってる生態っていうのは、まあ、顎がアダルトにしたことはないんで信憑性に欠けるんですけど、あの、まあ、要するに海外の動画を見ると、まあ、北米原産なんでね、そういうの出てくるんでめちゃくちゃねかっこいいです。なんでこれめちゃくちゃね楽しみです。はい、尋常じゃない楽しみです。はい、そして、じゃあ泥亀いきますか。泥亀、はい、こちら、ミシシッピ泥亀です。このもうサヤエンドウみたいな感じなんですね。サヤエンドウマみたいな感じでベビーは、まあアダルトになってもねそんなにね大きくならないっていうことで非常に飼いやすいカメですよね。で、ミシシッピドロガメ、まあ、東部ドロガメとかねそういう風に売られてますけど、ミシシッピドロガメの特徴は皆さんご存知、この黄色のラインですね、目にかけて、まあ、3本か4本ぐらいね目にかけて黄色のラインが入るのがミシシッピドロガメの特徴で、めちゃくちゃ可愛いですね。こういう風な感じで服こう子供の時は結構赤色なんですけど、結構育ってきて、もっとベビーで買ったんですけど育ってきて、まあちょっと黄色っぽくなってきました。はい、でミシシッピドロガメはね亜種で、フロリダドロガメとペンシルベニアドロガメっていうのがいます。で、フロリダドロガメはだいたい10倍ぐらいの、この子の10倍ぐらいの値段で、ペンシルベニアはだいたい5倍ぐらいの値段です。もう本当に見た目ね、特にフロリダは、まあ、結構見た目が違って、まあ、マニアさんも大好きっていうことでね、腹掛け亀みたいな感じの形してますフロリダは。でそれがめちゃくちゃかっこいいですが、まあ、ちょっとね僕の給料ではちょっと難しいっていうことですね。はい、ただもう普通になんだろう、ミシシッピドロガメちょっと育ったんですけど本当にめちゃくちゃ可愛くて、なんだろうな、まあ
まあなんですかね、フロリダとかは手に入んないんで、なんともね、僕はなんともなんですけど、ミシシッピのロガメめちゃくちゃ可愛いんで超おすすめなんですけど、これでおすすめするとちょっと人気になっちゃってる、僕は次買えなくてっていうのはありますけど、はい、見てください、このお豆みたいな餌食い抜群ですね。このなんだろうな、これ姫匂いとか、カブト匂いよりもこのミシシッピドロガメは個体差あるかもわかんないですけど、まあ、僕が飼ってる子はめちゃくちゃ好奇心旺盛で餌食いが抜群です。なんで飼いやすいと思います。めちゃくちゃ飼いやすい気がします。で、大きくなってもまあ12、3センチってことで、10センチ、11ぐらいかな、なんで飼いやすいです。なんでいっぱい、まあいっぱいっていうか、はい、飼ってます。はい、でこちらで残りがですね、カブト、じゃあカブトいこうか。はい、じゃあこちらカブトニオイガメです。でカブトニオイガメは、ニオイガメ最大種っていうことで、まあめちゃくちゃねかっこいいんですけど、大きくなるとサイみたいな、白サイみたいな感じになって、ね、頭がでかくて本当に恐竜みたいになって、めちゃくちゃかっこいいです。トリケラトプスみたいなね。はい、でベビーでもね可愛いです。で思ったのが、大頭姫匂いとかの方が最初の慣れが早いなって思いました。カブトはやっぱ若干警戒心が強いのか、餌にね、なかなかちょっと苦労しました。でいろいろまあ変更とかして乙姫とかあげてます。乙姫じゃない、咲き光の一番ちっちゃいやつですね。めちゃくちゃ可愛いです。でカブトもですね、やっぱアダルトになってもめちゃくちゃかっこいいんで、で、まあ、投入できるってことでおすすめの感じですね。北米のカメはねめちゃくちゃねかっこいいんですよね。特に北米はなんだろうな、恐竜感があるっていうか。はい、でカブトはこんな感じで、じゃあそして今回の目玉、大頭姫匂いに行きます。で大頭姫匂いは、まあ、ここの子を3匹いるとして、まずね、このまあ一般的な大頭姫匂いっていうのは、ここスポットがですね点々なんですね。スポットが、頭のスポットは点々なんですけど、このね2匹を見てもらうと、ここの子はちょっとなんか虫食いみたいな感じで、この真ん中の子なってて、でもう1匹の子はこういう風に線がなってると。でこの線がね、規則性があると筋首に近いんじゃないかなって僕は思ってまして、まあどっちかっていう筋首の混ざりが入ってるんじゃないかと思うんですけど、なんかこのミシシッピ地図鏡の話でもあるんですけど、このどっからどこが混ざりとかが、なんだろうな、現地でもまあ要するに亜種だと、完全なね奇亜種か亜種かとかってなかなか分かれづらいんで、そこはもう個体差じゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。だからまあ明らかに違う場合は除いて、結構僕は個体差でいいんじゃないかなっていうふうに思います。この子とか模様めちゃくちゃ綺麗なんですよね。なんなら筋首よりも口元とかの色がめちゃくちゃ柄とかかっこよくて、はい、なんで筋首混ざりかもしんないんだけど、なんだろうな、もう完全な奇亜種っていないと思うんで、そういう面でまあ面白いな。であと性別に関してね、結構ベビーの時から尻尾の付け根のサイズがやっぱ違ってて、例えばこの子とかかなりね尻尾の付け根でかいんですよね。でこれは、他のね個体と比べてもやっぱでかいんで、やっぱこの時から結構オスになる疑惑がある子ってやっぱいますね。2匹ちょっとね、僕片手で撮影して2匹並べられないんですよ。明らかにこの子でかいですね。でさっきの子も結構でかいっす、尻尾の付け根が。はい、この子も、でもこの子より全然こっちの方がでかい、こっちの子がかなりでかいですね。だからオスになると思うんですけど、まあそういう感じで性別も結構このサイズから分かるんじゃないかなっていうふうに思います。尻尾のサイズを見て、はい、で大頭姫匂いです。なんで今回ね、北米のカメをメインで紹介させていただきました。本当に面白いんで、北米のカメぜひね、なんかそうですね、海外のカメ始めてるっていう方も
冬眠もできるしおすすめです。では。